はい、皆さんこんにちは、SD 水野正です。今回、レビューするのはこちらのマウスピースになります。じゃーん、ヤマハの 4C、ヤマハの 4CM カスタムマウスピース。そして、比較用に私がいつもつけてるこの170番ですね。あんまりね、ヤマハのこの付属マウスピースってレビューされることもないので、コメントかなんかでカスタムマウスピースとかもぜひ取り上げてほしいと言われたので、やってみました。それぞれのね、感想をちょっとまず言っていきたいと思います。ヤマハ 4C のこのマウスピース、ストレートに息が入っていきますね。初心者でもすごく吹きやすいマウスピースだと思います。低音からね、高音まであのムラがなくてですね、スコーンとなってくれるマウスピースです。主にポップス用で作られたマウスピースのようですね。吹奏楽の現場とかでも使われているんですが、クラシック吹きした時にあのサラ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 音がするので、少しこうシャープな印象があるかなと思います。音が浮き気味というかね、ポップスやるにはあのすごくいいんじゃないでしょうか。でその次、カスタムマウスピースですね。あんまりこちらね、まあ見かけないかもしれない。たまにあの入ってますけどね、ケースの中とか。少しあの抵抗感がねつきます。見るとわかるんですけど、ちょっとスクエアチェンバーですね。はい、こっちはねこのように上は四角くて下丸い感じ、馬蹄型ってやつですかね。まあなのでこっちの方がストレートに入る、こっちの方がよりあのセルマーと近い形になっています。こういう感じですかね、見えるかな。はい、ほぼ内側の形がね一緒なんですね。少しあの抵抗感はあるんですけれども、セルマーよりもだいぶ楽に息が入る感じです。結構ね気に入りました。改めて吹いてみて、ああ意外といいんだなこのカスタムマウスピースはっていう風にはちょっとね思いましたね。以前あの福井健太さん、仙台でブラスジャンボリーというねヤマハのイベント、そちらであのソリストでねゲストで来られた時に、実はこれ使ってたんですね。なんでこれ使ってるんですかって言ったら、あの福井さんは吹奏楽もあのポップスもどっちもやらなければいけないような現場の時にはこれ重宝すると、まあ、言ってて、ああなるほどってちょっと今回ねあの吹いてあの分かった感じがしますね。ジャズ吹きした時もね、実はこっちの方がスコンとあの息は入るんですけど、何はやはりこちらの方がいい感じが、します。一番一般的な、S90 というねあのシリーズの、まあ今回は170、180も使ったりするんですけど、170番、一番やはり抵抗感があります。サラ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 したようなあのヤマハのこのマウスピースのね特徴的な音みたいなあのノイズは入らない感じですかね。結構あの艶やかな音が鳴ります。その代わりはジャズ吹きに対しては結構一番評価低いかな。すごい、反応も遅いですしねあんまり、いい音はしなかったかなと、思います。今回このヤマハの 4C カスタムの 4CM170 番、この3本ね吹いていきましたけど、まあ皆さんいかがでしたでしょうかね。でもやっぱり使うんだったら170かな。まあでも持っておいてもいいかなってちょっと思っちゃったな。ということで、マウスピース吹き比べでした。またね。Thank you.